ほら、孫太郎、こっち向かんか。孫太郎、てめえはどうも近頃聞き分けが悪いぞ。これ、孫太郎。おお、そうだそうだ。ご主人様の言いつけは何でも聞くもんだから。そうすれば、ほれ、こういうええことがあるでねえけ。ほれ、よし。ほら、おかか、何しとる。早起きて飯をたかんか。おい、おかか。騒いとるんじゃねえけ。はよ、はよ、腹の皮と背中の皮がひっついてしまったか。はいはい、今炊いてるけに。おとなしゅう前の皮で体でも拭いてきんさい。はい。まあいちいちそやかんでも分かっとるわ。おい、おかっか、昼間滑って打ったところは痛まいか。ああ、もうどうもないわ。それよりあんた、また川の中にはまりこまんようにしんさいよ。嘘よっちゃ。それより自分がいろりん中に鼻突っ込まんようにせ。
他の女子が。バカな、どこの女子がおらぬような男に。いいえ、女子にとっては男は気立てが一番だけにな。おい、いかんいかん、もう大官様、顔の向こうまで来てござる。相変わらずあの子分がお供についとるな。けどあの大官様は本人村の衆が言う通りだ。どういうが、俺によく似た女なのかよ。背が低くて猫背で。またあの赤い陣羽織はいつ見ても立派なもんだな。おらも一度あれを着てみたいもんだ。おらがあの陣羽織を着込んだもんなら、お大根様と見送りはつくまいで。あれは何やらの手柄で殿様から配慮したっちゅうて栄老を威張ってござったが、ほんに立派なもんだな。わしはいっぺんあれに触ってみたいもんだ。おい、お前、あの陣羽織に気が引かれたわけでもあんねえな。あ、いや、陣羽織だけならええけど。バカ。本当か。うん。よし、そうと決まればだ。お前さえ大丈夫だとなったればだ。おら、お大官様がおめえに気があるっちゅうのはいっそ嬉しくてなんねえぞ。何を言うかよ、あんた。うん、おい、おら、馬の野郎の天井に隠れてみとるでな。おめえ今日はアイスを用意してやって、お大官様に秘密化させてやるや。バカだな、あんた。お大官様っちゅうたらいつもは怖い怖いと思ったった。このことばかりはほら別だぞ。お、あ、あ、ほら、あんた、ほら。おるか。えい、おかかが一人だけおるよ。親父め、どこぞへ行ったかな。まあ、ええ、俺はちょっと様子を見てっからすぐ屋敷へ戻ってるけに、おめえうめえこと計らえよ。へいへい、手抜かれやござりやせん。すぐにこれから翔平のところへ。翔平めに直々に出向けと言うのだぞ。へい、それでは、俺は一橋。ご苦労だな。なんの、行ってめえりやす。何分大した評判でございますけど。
茶をもう一杯。はいはい。時にかみさんは前に薪で茶屋奉公をしておったということだな。はい、あの前にちょっと。どうりで女っぷりが違うわい。それでなんであんな親父のところに嫁に来た。いえ、もうなんていうこともございません。お前のような女子が、あのようなそのなんていうか。いえ、もう男は心でござります。ほう、男は心か。はい、あの町にちょっとおりまして、男というものを見慣れますと。うんうん、そうだろう。そうでござりますとも。お代官様もお心柄が立派だったけに、そんなお見事な陣羽織を配慮なされたのでござりましょうが。うん、いわばそのようなものでもある。この布地はちょっとそこらにあるものではないぞ。本人、町でも見かけたことのないようだ。町どころか国中探し歩いてもなかなかあるものではない。おう、どうだ、ちょっと触ってみるか。いいえ、もったいない。かまわんかまわん、遠慮するな。どれ、手を貸してみろ。いいえ、もう。これ、手を貸せと申すに。なあ、肌触りが違おうが。ほんに、これはまあの、大したもので。なんとも大したものだろうが。来い、孫太郎、お前はどこで今日砂漠だ。ほんに、親父がなんと恋しがりました。親父はすぐ戻ると言ったな。はい。今夜は別に客もないか。いえ、もう誰も。二人きりか。あとはあの孫太郎だけで。うん、うん、火の用心を忘れるなよ。はいはい、あのもうお立ちで。何分見回りが忙しいで。それはまあご苦労な。どうもお構いもいたしませんで。ああ、この袴松はわしがじっとも知らんと切ってきまして、後で聞いたらお代官様のお山の松だということで、早速お詫びに上がろうと思うとりました。いや、何、このくらいは構わん構わん。では邪魔したぞ。本日すまんことで。ではまたどうぞお寄りなされませ。おれ親父、もうガサ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 、わしは本にヒヤヒヤしたね。おらの方こそヒヤヒヤしてたわ。なんだあの料理、火を貸してみろ。火が揉めたかね。でもあんたがしてみ言うたことだに。それにまた、おらがちょっと音をさせると孫太郎のやつがいちいちこう振り合おいでみよる。いや、こっち来た。母さん、こっちへ来て一杯いけんさい。そのうちお飯も煮えように。ほんにまあ、何の大官様でも気色の悪い赤羽織だ。そうだね、この前のは少し寝かせすぎたようだったが。おお、こらようでけた、おかかも飲め。あいよ。今日はこれでも早じまいだが、仕事が荒かったで疲れたろう。なあの、オラなんざ生まれてからの毎日仕事だで、なんということもないが、おかかの方はそうはいくめ。わしかて生まれてからの百姓だが。そんでも町方におったことだで。2年や3年町方におっても根っからの百姓は忘れはせんがな。
って転んだ様子は根っからの百姓でもなかったの。もう悔しいなあ。あんたと連れ添うようになってからもう3年も経っとるじゃないけ。怒るなや。バカは大した百姓だぞ。あれ、今度はまた。いいよ、本当だ。初めのうちは村の衆はおらのことを町方からおなごなと引っ張ってきて、どうでろくなことはねえねえと評判しよったら、どうしてそのおなごがこんな立派な百姓だとは。なあ、おい孫太郎。おれいいよ、孫太郎もそうだそうだとは言いよろうが。この馬は馬のくせに結構世辞を使いよるわ。いや、おら何でも幸せもんだ。こういうなりの男だね。この年になるまで嫁の来てもなかったもんだが。世間には目の利くおなごがいないもんだな。あんたを今の年まで見逃しておいたっちゅうわ。そういうおめえもおらが初めて行った時はええ顔しなんだと。ああ、初めての時は誰でもそうだが。なんでもええ、おらは天下の幸せもんだ。そうだろうな。わしも天下の幸せもんだ。ただガキのないのが口惜しいな。けんどこらまあ天から授かるもんだで、そのうちにはまたできるだろう。それまではおめえがガキの代わりだな。あ、孫太郎、精一杯に可愛がってやるぞ。この野郎、またそうだそうだと昔ある。どれ、一丁歌うか。おっさまどこだい、山辺の入り替え、夢しゃらんだい、ふすまの単語か、おっこちゃいるかい、てんけこまいましょう。あー、危ないよ、危ないよ、あんた。親父、おかみのご用だ。ちょっと来い。え、まあ、
何事で？人問いたださんならんことがある。何を？でもお代官様の追いつけだ。ひっくくって取り調べろとのごだごだ言うてひっくくるぞ。俺は何も。今かけてきたんはやっぱりあの子分。そうよ、お代官様から引っ立てて取り調べろとの追いつけだ。それでお庄屋様一体。おかこれやっぱ赤松の。何事でございますね。ほら知らん。いや何でもええ、何でも引っ立てろとの追いつけだ。それで何か。うそや。おかか、うん、違う、これは赤松とは違う。これはな、ひょっとかすると何？すんなら、お代官様が。これだけにな、わしは戸締まりをしっかりして寝ずに用心しとるけに、あんたは心配せんと言ってきんさい。大丈夫か、おかか。大丈夫、しっかりと戸を閉めておくで、案ずることはないわ。何をグズグズ言っとるか、早く来んか。ではお庄屋様、お取り調べはどうぞお手柔らかにお願いしまして。うるさいわい、たこい。なるおかか、しっかり頼むで、大丈夫。ほい、あんた手ぬぐい忘れたで。それがほんまならばどうも。やい、こんか。心配せんと行ってきんさい。これはどう考えてもお代官様の差し金だ。うちの親父が何のそれほど悪いことをしとるもんか。今夜お代官様が押しかけてくる三男に違いないわ。けんどあの子分と二人で来られたら、こちらは女子一人だで、どうしたら。やっぱこらまず戸締まりが肝心だ。出してきた。俺はどうでも、おかかのこと案じられてなら、会いとる。おい、おかか、どうしたんだ。かか、いや、こら、おい、おったか。いいで。
手柄が悪いということになるのを知れとる。縛り首だ。なんとか、仕返しの畜生畜生。なんとか仕返しの手はねえもんかい。縛り首になるもんなら、よし一丁やったるか。陛下、俺はこれからお代官様のお屋敷へ行くだ。すると夜のことだぜ。よう分からねえ。みんなお代官様の帰りだと思って俺を通すだ。俺はそこで奥の間に通って、どうだ畜生、オラのカカを取り寄ったで、オラも、オラもあっちのカカを取ってやるだ。わかったやい、何グズグズしとる。
おかんからどこ行ったやら分かりませんで。何？分からん？バカ。きっとおらの屋敷行ってうちの女房に洗いざらい話してるに違えねえ。いえ、お屋敷へ行ってみましたら誰も来んちゅうことで、それで誰が来てもうちのお代官様のほかは決して通しちゃならんと門番に固く申し付けてまいりました。神さん確かに出て行ったんだな。ほら気失っとったでわからなんだが。ええ、オラが先ほど向こうの森のところでお待ちしておりましたら、暗闇でいきなりドシンとぶつかりましたら、お代官様が死なしちゃったとこわめいて突っ走っていくようでした。そこでオラが先ほどここへすっ飛んできたわけでございます。では今頃村中に俺が忍んできたことを振り散らかしてるに違えねえ。これは何でも早く屋敷へ帰ろう。はくしゅん！やい、陣羽織は乾いたか。いえいえ、さっきだいぶ乾かしましたで、もう一匹焚きつけてかざせば何もすぐでございやす。でもまあ、お代官様、今晩はとんだご災なんで。お寒気は取れましたか？バカ者めが！貴様は今夜限りお払い箱だ。え？でもお代官様があの森のところで待っておるとおっしゃりやしたね。バカ者め、そこの川の板橋があんなに滑りやすいってことなんでおらに言わなんだ。申し訳ござりやせん。いつもお通りのことでござりやすけに、ようご存じと思ったりやした。バカ者め、夜道は別だわ。はっ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 、ザブーンと川にはまり込んだ時には俺はもう死んだかと思ったわ。どうもなんとも。そこでおかかが出てきて引き上げたわけで。バカ者め、ほら自分で早かったわ。そこでワイワイわめいていたらおかかが戸を開けて首を出した。親父が戻ったと思ったのでござりやすな。そこでいきなり俺がこの島に飛び込んだらおかかのやつに逆上して、あの子を売り上げ寄った。そしてゴツンとやられたら、ほらもう何が何やらそれっきり分からずなってしもうたってわけだ。にっくいやつだ。いや、この寒さに川はまりをされたところだで、それもご無理はござりやせん。そこでおかかはお代官様が落ちられたと思うて飛び出して、そうしておらにぶち当たったというわけでございますな。いやー、おらもここに駆け込んで、ここのところにお代官様がなかなかと伸びてござるのを見たときゃ。いやいや、早く陣羽織を乾かさんか。どうやら火も燃え尽きやした。いやー、なんだあれあれ、これおかしい。なんだなんだ。いや、さっきは確かにここにあったわ。いやいや、陣羽織が なくなったな。さて、盗っ人でも入ったかな。これはもう、こりゃ一段の一大事だ。お着物もござりやせん。こら、ここの親父の村木だわ。うん、偉い、貴様はどうでも縛り首だ。みんな貴様の心配りが大なんだせいだ。どうも申し訳ございません。なんの、あの赤い陣羽織ならどこ行ってもすぐ目に入りやす。明日は早速盗っ人を引っくくった目にかけましょう。それより今すぐどうする。これ困ったな。まあ今のところは仕方ございませんで、むさいものでもこのところはこの親父の野良木を。そげなものが切られるか。ではござりやしょうか。お帰りの親、さっさとお風呂を立てさせます。どうぞ今のところは他に仕様がござりやせんで。仕方ないわ。どうもなんとも。なら奥でお召し替えよ。大官様、いなさらんでねえけ。なら、あの子分がどうにかしただ。
代官様、どうぞしなんでいてくだされ。不貞女子だ。おめえの親父も不貞やつだぞ。わら小屋に入れておいたに、いつの間にか抜け出してしもて。確かにお前がどうかしたんと違うだな。わしゃ知らん。わしは一刻も早う親父に会うて身の証しを。後で何か言われては困るけに。お代官様とは入れ違いに、この通り飛び出してきたっちゅうことを見せてやらにゃと思って。けんど、親父はどこへ行ったもんだろうの。開けんか、こら！どうしよう。
やい、何グズグズしとる。いい、門番のやつがどうしても開けませんで。やい、こら、お会計だぞ、開けんかい。誰が来ても金輪際開けてはならんと奥方様のお言いつけだ。何、うちの女房の。ああ、どうしよう、親父のバカ、わしの心も知らんと。たわけたことを言うでない。開けんと貴様も縛り首だぞ。いやい、こら、開けんか、こら。いやいや、女房、旦那様のお戻りに何しとる。やい、こら、女房、聞こえんか。門番や、開けておあげ。おい、こんか。あんたは誰です。ななうっさい、身なりでお下がりなさい。奥方様、これは紛れもないお代官様で。ご主人様は先ほどちゃんと戻りになりましたなあ、みんな。ちくしょう、オラだ、オラだ、ご主人様はオラだ、ちゅうに。ご主人様はちゃんと奥の前お通りになりましたなあ、みんな。なに、奥の前、わからんか、この声が。この面をよう見てみんか。ああ、あんたは村の親父だな。こやつ、お黙り。親父のくせして不届きな真似をすると縛り首だで。なに、この。おい、じらすなや。あの男はどこにいる。あの男、私のご主人様のお代官様かいな。すんなら今起きてここへ見えるだろう。今起きて。あんたどうしたの。まあ、こっちへおいで。こやつ、いやいや、女ども出てやせ。みんな用意はいいな。乱暴者が押し寄せてきたで。みんな手すりひねりで待っとりますで。一足でも門の内に入ったら息の根が消えるほど叩きみじいでやるんだで。承知いたしました。それではご主人様をお呼びしておいて。さあ、しっかりと乱暴者を叱ってやってくださります。おん、こら、乱暴者。あんたはまあ、ああ、おかんか、まだあれほどがたい約束を。あんたこそ、あんたこそ、人の気も知らんと。わしは、わしはどうしたっちゅうの。あんたが家に戻ったときはわしはお庄屋様のところへ行っとったんだが。何を。あんた忘れたんかな、あの森の外れの暗闇で。森の外れの。わしがしゃがんだらあんたもしゃがんで。なんだあの時ハンと駆け出したのは。もうバカバカバカ。そうか、神さん、そのことなら。そうだ、肝心なのはそのことだ。まあ、あんた方は早う着物を着替えておいでなされ。へへ、もうこんな順番を一刻も早う。さあ、早くよこせ。バカらしい。あんた、あ
案ずることはないんだね。あんたの大事な親父さんをお借りして本当にすまんことでした。先ほどはご主人様のお帰り門番が怒鳴ったで、みんなして玄関へお迎えに出たが、どうも様子がおかしいのや、まあ、それでも奥へお連れして私が「お葬まで佐渡お疲れで」と一言言いかけたら、おやじさん急に飛び上がって逃げ出したで、まあ、それからみんなしておりまして、やっと捕まえたっちゅうわけなんやなあ。あとはあんたには重々すまなんだけど、暫時の間お借りしてうちのご主人を痛めるよう使うただけなあ。ありがとうございました。ありがとうございました。あんた笑ったか、いやいくら笑ったか、甘っちょ、なんなんこのちんちくりん。やい、ことの次第を申し述べんか。あんた方は今日限りでお払い箱だね。いや、差し出たことを。あんたにはこちらこそ伺いたいことがたーんございますわ。そんではどうも奥方様、いろいろとご操作をおかけ申します。いえいえ、こちらこそご迷惑を。おなご同士のことだね。また時々話しに来てくだされな。ありがとうございました。なら、あんた、うん、はいか、おら今日は一段と精を出すぞ。孫太郎が待っとるこっちゃろ。わしも今日は滑ったりせんけに。あんた方は働きもんだって評判だけにな。そこでこちらは四部の一部始終をとっくりと伺いましょう。